こんにちは、谷口です。今日メールをお送りしたんですけども、メールのタイトルは新企画セラピストのためのインターネットセミナーなんですけども、メールでは概要をお伝えしましたが、もう少し詳しくお話をしておきたいなと思ってこの動画を撮りました。メール見ながらお話をしていきたいと思うんですけど、今回はですね、このメールまず生徒さんだけ、東京校の生徒さんだけにお送りしています。これからね、しっかり頑張っていって、12月31日はちゃんと紅白歌合戦見れるように頑張りたいと思います。前からですね、お話していますように iPhone がですね、ドコモさんも扱えてますのでね、これからも iPhone がどんどん普及していくかなというふうに思ってますので、まあ、このタイミングといいますか、まあ、今やるべきかなと思いまして、インターネットセミナーをやっていきたいと思います。このインターネットはですね、セラピストとして活躍していくためにもこれから必要なツールではありますが、それだけではなくてですね、まあ、皆さんの仕事だけ、仕事だけじゃなくてですね、この個人的なプライベートといいますか、そういうものにもこれから活用していくときにインターネットは活用できますし、またこれは少し話が変わってくるかもしれませんが、セラピストのビジネスを拡大させて進化させていくためにも必要ですけども、さらにですね、いろいろな使い方がですね、これからできてきますので、この機会にですね、インターネットについてセラピストビジネスという枠もちょっと離れてですね、インターネットビジネスという感じのことも学んでいただいた方がいいのかなということで、今回私が担当してお教えすることにしました。と言いますのは、私自身がですね、ずっとインターネットで集客をしてきたわけですね。皆さんも私の文章を読んでくださったりして、日本ボディーケアに入学してくださったと思います。まあ、その後もね、メールとかこういう動画とかを見ながら、こう連絡取り合いといいますか、関係をつないできたつもりでいるんですけども、その間ですね、まあ、紙媒体もねやるとか言ってたんですけども、やっぱりもう一つ踏ん切りがつかなかったなというところが正直ありまして、やはりこれからインターネットかなと、もっともっとこの動画がね伸びてくるんじゃないかなっていうのをずっと思ってましたので、まあ、セラピストに出したり雑誌に、ね、出したりこういうのをしたことがあったんです。セラピストという雑誌ありますよね、月刊誌。ああいうのにもこう広告を載せたりね、もう一度稽古と学ぶでもいいんじゃないかなというふうにも考えてたんですが、まあ、稽古と学ぶでやるんだったら、もうインターネットの稽古と学ぶのこうサイトありますんでね、出すんだったらそこかなと。やはりインターネットを使えるセラピストの方、またインターネットをですね、これから使っていこうと、まあ、既に使っている方、まあ、そういう人を対象としてやっていかなければならないのかなというふうに思っていましたので、まあ、紙媒体だけを見るという方よりは、インターネットを中心に見られている方にですね、学院のことをお知らせするという方が後々いいんじゃないかなと思ってましたので、やはりずっとインターネットでのみ生徒さんの募集をやってきたわけです。まあ、そういうことをやってきまして、まあ、半部先生もね、ご存知だと思うんですけども、まあ、半部先生だけがご存知というかな、この日本ボディケア学院、一番最初東京校を始めた時はインターネットで募集したんですよ。自分が全てホームページを作って、それを一番最初見てきてくれたのが安保先生ですね。あれからあれも自分で作ったんですよ、ホームページですね。まあ、今のホームページはプロの方にお願いしたんですけども、まあ、私実は自分でも作れるので、ホームページ作ったりするできるんですね。もう今はもうやらないですけども、まあ試しに作ったりしたりはしてるんですけども、まあ、そういうことをこうやってきたわけですね。まあ、自分で言うのもなんですけども、まあ、かなりインターネットのことについては実は詳しいかなというふうに思います。まあ、ずっと勉強もね続けてきましたので、そういう会とかまたセミナーとかあれば結構こう行っています。まあ、行くとですね、もうほとんどもう私がもう最年長みたいな感じですね。40代後半の人はあんまりいない、まあ、50代の方もいらっしゃいますけどね、もうほとんど、まあ、上から5本指ぐらいに入るぐらいのもう年長者って感じですよね。まあ、でも私はあまりその若い方に混じって勉強したりとか、若い方に教えを請うということにあんまり抵抗がないので、非常にこうスムースに入ってですね、また反対に
をとてもよく教えてくださるんですよ。そういうことをずっとやってきましたのでね、まあ、かなりできる方なんじゃないかなっていうのを自分で言うのもなんですけど、まあそれでですね、セラピストのためのインターネットセミナーというものを11月17日日曜日やることにしました。まあ、その中で先ほどもお話ししましたようにインターネットで、サロンの集客ですね、独立開業をさらに加速させる、進化させていくということと同時にインターネットに触れていただくことによってですね、まあ、後々、さらにこうご自身のライフスタイルを充実させるということにもつながると思いますのでね、今回、そういうこともやっていくことにしました。メールの方、今日1時半かな頃にお送りしてますので、それをご覧になった方は引き続きこの今聞いてもらったら分かると思いますし、ご覧になってない方はもう一度メールを見ていただきたいと思いますが、この11月17日でですね行いますセミナー内容なんですけど、メールにも書いていますが、今インターネットに力を入れる理由ですね、それから次はデジタルとアナログの融合、 Gmail の設定方法とその意味、 Yahoo メールの設定方法とその意味、次はアメブロの活用方法、またその設定方法、次は YouTube の設定方法、動画投稿のやり方、 YouTube の活用法、そして最後はリスティング広告についてですね、まあ、これがポイントになるのかなというふうに思ってるんですが、まあ、順番に簡単にちょっとご説明しますと、まずインターネットに力を入れる理由ですね、まあ何回も言ってますけども、これがさらに加速するかなと、スマホがですねぐっと伸びてくると思いますね。でそれで、セラピストだけではなくて、あなたのライフスタイルをさらに充実させるということにもインターネットがこうさらに活用できるので、この機会にやるということ、そのことをまた詳しく話します。でデジタルとアナログの融合、日本ボディケア学院、ボディケアセラピスト、それとセルフケアインストラクターですね、2つありますが、今どちらかというとアナログで攻めていくというのが我々の独立開業のやり方ですね。まずセルフ骨盤矯正インストラクターとか、経絡リンパセルフマッサージセミナーを開いて、そこからこう集客するとか、また口コミで練習させてもらいながらですね、そこからこうお客様になっていただくというやり方ですね。まあ、それを本当にこう確実にですね、実践してくださっている方は本当に成果をどんどん出してくださっているので、まあ、これはもう一つの成功事例といいますか、一つの仕組みができたかなというところですが、まあ、これにですねインターネットを入れていくとさらに強くなるなというのがもう私の実感です。でどちらかというとインターネットの方が簡単かもしれないですよ。インターネットの方が簡単にまた人を集めることができちゃうんじゃないかなというふうに思っていますので、我々このデジタルとアナログの融合ができるわけですよ。いやこれは自分で言うのはないですけどすごいと思いますよ。デジタルの方はねすぐ真似されるんですよ。でまた新しいのが出てくるので、ね、ずっと勉強し続けなければならないんですが、で、まね、真似されますので、しかしアナログの、ね、やつはね真似されないですよ。すでにインストラクターになられている方はご存知だと思いますけど、これは簡単に真似できないので、だからこれをですねこう2つ同時にやると、またそこにこのインストラクター活動の中にもアナログデジタルを入れていくというかインターネットを入れていくとねさらに面白くなるので、まあ、そういうとてもいいところに来ていると思いますので、まあ、このあたりですね話します。また詳しく次、Gmail の設定とその意味なんですけど、Gmail ってご存知でしょうか。Google が出しているメールですけど、うちもですね、そういう Gmail を使って生徒さんにこうメールを送ることもありますけども、Gmail というのは Google が出しているメールでどこでも見れるやつですね。それをやることによって次出てくる YouTube とかそういうものを活用できるわけです。その設定すでにされていると思いますけど、またその設定できてない方もね、今回そういうところからお教えします。で次、Yahoo メール。で、Yahoo メールはですね、Gmail と同じように Yahoo が出している無料のメールなんですけども、まあ、これも非常に活用できてくるわけです。この、それとですね、Yahoo メールは、Yahoo メールに触れることによってね、Yahoo オークションでのご存知だと思うんですけども、まあ、そういうものをね、やられたらいいと思うんですよ。簡単なのでね、またこんな話もちょっと、全然セラピストとは関係ないんですが、インターネットを使えるようになればこういうこともねちょっとやっておければお家にある何かもいらないものとかですねそういうのをこう販売したりもできるんですよ。でそれをやると
オークション、ヤフーオークションか、あそこで販売したりするとね、インターネットの仕組みよくわかると思うんですね。まあ、そんなのも簡単ですけども、今回それがメインじゃないので詳しくはできませんが、まあ、簡単にどんなことかということをヤフーメールの設定からね、見てもらいたい。それをすることにこうネット全体のこう流れが見えてくるんですよ。私もヤフーオークションやったりするんですけどね、買ったりもしますし、販売したりもするんですよ。まあ、全然関係ないんですよ。セラピストと日本ボディケア関係ないもんですけど、まあ、そういうのもね、今回ちょっとお話しするといいのかなと思います。やっておいた方がね、いいかなと思ってますので、これも入れます。次、アメブロの活用法と、またその設定方法。まあ、すでにアメブロされている方いらっしゃると思いますけども、まあ、それを十分に活用されている方はまだ少ないなというふうに思いますので、このやり方ですね、アメブロの設定方法もお話をして、またその活用法、またメールの、ブログの投稿法ですね、まあ、そんなもお話をしたいと思っています。またブログのこの作りっていうのかな、それをシンプルにするっていうことも お伝えしたいなという思っているところです。次、YouTube の設定法。ご存知のようにですね、もう YouTube 見てくれてますか？そしてチャンネル登録ぜひしてくださいね。これからですね、この YouTube、さらに力を入れてます、いますので、まあ、今在校生の方、最近のですね、近年の在校生の方のやっているところを撮らせていただいたりしています。まあ、それは、まあ、大きく分けて、ですね、2つの理由があるわけですけども、3つか、1つはその生徒さんのですね、こう自分がやっているところをこう自分で確認することができるわけですよ。なかなか自分でやっているのを自分で見るということはできないので、それを1つやっています。そしてもう1つは、その日本ボディケア学院で実際に勉強していたっていう証拠を残しておくということですね。で、ご存知のように、うちの最初と最後の名前がバンって入ってますけど、その中にその生徒さんがパッと映ってるわけですよ。顔をじっとね、映したりはしていないですけど、パッとこう映るようにはしているわけです。今後ですね、日本ボディケア学院で勉強していたという証拠を残しておくということが、さらに強くなってくると思うんですね。これからですね、こうやってこうスマホでこう見ていくようになれば、簡単にですね、この人は誰かというか分かるわけですよ。これまたお話しますけども、あなたがスマホのサイトを作ったり、ホームページを作ったりすると、こうすぐにみんなもプライベートって、プロフィールをチェックされるんですよ。その時にですね、この人どこで勉強したのかなっていう時に、日本ボディケア学院というのを必ずやっぱ書いていただきたいですよ。まあ、それはうちを宣伝しろというわけじゃなくて、学んだスクールをちゃんと明確にするってことです。で、学んだスクールを明確にしておくことによって、ああこの人は日本ボディケアを学んだんだなと、パーッと見に行ってですね、ああ谷口っていうやつ、ああこれなんか怪しいけど、ああでもちゃんとやってるやつやなみたいなですね、わかる。そして経絡マッサージ、おお30万円かということですね。で、セルフ骨盤矯正インストラクター、ああ10万円ぐらい使ってんなとか、ああ整体って50万使ってんなとかですね、ああトータル100万ぐらい使ってるよこの人とかいうのがわかるわけですよ。で、それがですね、今後皆さんが独立した時、ホームページを作ったりする時ですね、それがすごく生きてくると思うんですね。まあ今すでにですね、この日本ボディケア学院で勉強されたんですねとかいう方もいらっしゃいますし、反対に日本ボディケア学院で勉強された方、うちの近くにいらっしゃいますかという問い合わせももらったりするわけですので、まあまだまだですけどね、一応うちの名前も知る人は知ってくださっていると、まあ、いうところありますので、それをうまく使ってもらいたい。ただ本当にそこで勉強したのかどうかという証拠がね、それだけでわからないので、そういう動画をですね、ちょっとでも映ってたらですね、検索したりする、出てくるわけですよ。で、そこにはちゃんと日付書いていますのでね、2013年の9月とか書いていますので、ああこの人は2013年の9月には日本ボディケア学院で本当に勉強してたのねと、あれからもう2年経ってるよねと、かなりできるようになったんだねということが証明することができる。まあ、これは2つ目ですね。まあ、3つはうちの宣伝にもさせてもらってるということもあります。それはありがたいことだなと思います。まあ、実際うちの雰囲気ね、分かっていただけるということですし、さらにですね、今後はもう YouTube もうち活用していきたいと思っています。で、またインストラクターの方とかですね、もうサロン知ってる方とか、そういう動画を撮って送ってくださったら、うちの前と後ろで作ってですね、日本ボディーガンロゴを作って、
で日本ボディケア学院チャンネルの中で出せば早くその検索にヒットするんですよ。もうに今現時点で25万件ぐらいアクセスありますし、もう300投稿以上していますのでね、もうそれだけでかなり強くなってるんですよ。だからそこにうちの名前でバンって出してもらって、その後皆さんが作った動画とか自己紹介、またこれ今度やろうと思うんですけど、自己紹介とか動画作っておいてそこに飛ばすことができるんですよ。日本ボディケア学院チャンネルでバンって紹介しておいて、そこからこのリンク貼れるんですね。リンクというか次自己紹介とか見てもらって、その後サロンにこう引っ張るとか、そういうふうにしたいんですよ。サロンの宣伝を皆さんがしていると、そこの動画をに飛ばすことができたら、うちの学院の YouTube でバンとしておいて、そこからこうあなたのところに皆さんのところを飛ばすと、そうするとまた集客のお手伝いできるんじゃないかなというふうに思ってるわけですね。まあそういうようなメリットがあるので、 YouTube の投稿をやり方を覚えてほしいということですね。それから撮影方法ですね。ちょっと待って、消えちゃいました。撮影方法、これもですね、今撮っていますけど、これちゃんと三脚立てて撮ってるんですよね。まあ他にもこうそういうの動画撮ってますので、またご覧になっていただきたいですが、まあこういうのですね、しっかりと撮ると、まあ今はもう iPhone でもすぐ撮れてしまいますので、こういうことをですね、やるやり方もやって、このセミナーでは、その先言いました自己紹介といいますか、まあ、自分のサロンの紹介とかやってることをですね、もうその場でみんな撮って、作り上げてしまいたいということも考えています。まあ、それが次の YouTube の活用法というやつですね。で最後リスティング広告というのなんですが、まあ、ここまでこれ以外はですね、もうほとんど無料でできるわけですけど、ここから少しお金がかかってくるやり方になります。お金とは私じゃなくて、その広告を出すお金ですね。広告を出しながらやっていくということですけども、まあ、これがですね、ほぼもうバッチリ私もマスターできたかなと思いますし、あのリスティング広告って何かと言いますと、 Yahoo とか Google とかこう検索しますね。そうすると上の方にこう枠書かれて、こうお店の名前とか出るでしょ。あと反対側にこうビャーンと出てきます。あれですね、あれリスティング広告。あとブログを見てるときにバーンって自分の記事があったら、なんか下に関連してるようなこう紹介とか服のが出てたりとかですね、そういうのをリスティング広告というんですけど、まあ、そういうのを私ずっと実は研究してたんですね。まあ、そういうやり方 も、 まあほぼきちっと理解できましたので、これがですね、こう地域限定で出したりできますし、それほど大きなお金をかけることなく、反対に言いますと、普通にチラシを吸ってやるよりも安いですね、まだね。で地域限定に出せて測定ができるってことなんですよ。これはやっぱり広告なのでお金が多少かかってくるんですけども、自分でコントロールできます。もう次は月3万あったら3万、月1万といったら1万でできます。でただしですね、こうすぐにポンと出る、すぐにも出るけども、あとですね、こうサイトを作ったりしないといけないかったりしますのでね、まあ、そういうことをまた改めてお話しますけども、そういう必要も、そう必要性、またやり方もですね、お話をしていきたいなと思います。まあ、必要であればリスティング広告のやり方はですね、もううちが請け負ってやってもいいのかなというふうに思っているぐらいです。まあ、これはちょっと今もうやることいっぱいなんでどうか分かりませんが、まあ、そこまでやると。で、今こういうね、リスティング広告の会社とか出てますんでね、見てもらってもいいですけど、ちょっと注意してくださいね。あのホームページ作るときでも、私にまず相談してくださいね。こんなん作るとか、いや、うちで作れとかそういうんじゃなくて、相談してください。わけのわからんところに頼むと、後から無駄金になるできたりするし、よくお友達に作ってもらいますということですけども、いいんですが、お友達がそういうマーケティング的なことを知った上でホームページ作ってくださってるのかってことです。だからもしお友達に頼まれるんだったら、どんな形で作るのかを私にまた言ってくれたら、私アドバイスするので、ここにはこういうふうに作ってもらってっていうふうにアドバイスしますから、まずホームページとか作る場合はですね、私にちょっと相談して、遠慮なく相談してほしいと思います。まあこういうようなことをですね、11月17日にお話をする予定です。11月17日日曜日10時から17時までですね、東京港で行って先着10名と考えてますが、
まあ、なぜ先着10名かといいますと、東京港でしかできないんですよ。というのはインターネットの環境のあるところでないとダメなので、まあ、そういう場所もあるんですけどね、Wi-Fi とかまだややこしいでしょ。だからまずは学院でやれたらいいのかなと思ってますので、とりあえず学院でというふうに考えてます。できたらこのノートパソコンですね、持ってる方は持ってきていただいて、まあ、ノートパソコンないんですという方は帰ってお家でもできるようにしますので、わざわざ買わなくていいですからね、買わなくていいので、そういうふうなやり方のをやります。受講料ですが、一般の方は31,500円、一般というのは、まあ、今回まあ前から教えてくれとか言われてましたので、私のメルマガ読者もやっぱり数万いらっしゃいますので、まあ、その方にもちょっと告知しようかなと、まあ、さっきね、生徒さんに告知したわけですけど、それから、学院生はもちろんお安くさせてもらって、26,250円で、セルフケアインストラクターになられている方はですね、21,000円だと、勉強会ですね、 BCK マーケティング学科も入られている方はもう21,000円ということですね。セルフケアインストラクター21,000円で、 BCK 21,000円、またセルフケアインストラクターであって BC 券、そのマーケティングですね、音声で学ぶやつ入ってくださっている方は15,750円というふうにさせていただきますので、もし迷ってるとかわからないとか言うときは遠慮なく言ってください。これとても大事なセミナーかなと思ってますので、はい、ホームの方からですね、申し込んでください。メールで出しています。質問あればまたメールで、また電話で質問してください。それから毎年行っています恒例のですね、谷口メソッド目標設定の立て方セミナーですね、これは12月14日土曜日13時から18時までやろうと思っています。まあ坂内先生からこの話を聞いてくださった方ご存知だと思いますが、まあ可能な限り出てもらったらなと思っています。まあ価格はだいたい今日お話したこのセミナーと同じ価格になると思いますけども、とても大事なセミナーかと思います。まあ、この後14日の夜はですね、学院の今年最後の宴を催したいと思っていますので、また参加していただいたらと思います。まあ、かなり長くなりましたけども、今回のセミナーはちょっと重要な大切なセミナーでもあるということで動画を撮りました。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた。